大手電力会社をはじめとして、買取義務者の消費税負担を国民負担で賄っていくと、このインボイス制度が元になって、また電気料金上がるわけですよ。こんなことしていいんですか。買取義務者の消費税負担分を制度的に措置する、やるんですか。電気の需要家の皆様からご負担いただく付加金から充てるということで、審議会ではご議論いただきまして、現状、パブリックコメントにかけているところでございます。再エネ賦課金引き上げるということになったら、このインボイス制度が元になって、また電気料金上がるわけですよ。こんなことしていいんですか。大手電力会社をはじめとして、買取義務者の消費税負担を国民負担で賄っていくと。なぜ買取事業者だけ国民の負担をもって救済していくのかと。これはインボイスの制度そのものの中として不公正が発生しているんじゃないですか。大臣、おかしいと思いませんか。関係省庁においても、必要に応じ、免税事業者との取引がある事業者への対応について、検討されている場合があるものと承知をしております。大臣、兼任するんですね。私はこれ、制度上の大矛盾だと思いますよ。どうして買取事業者だけが国民の負担によって救済されていくのか。このことについてはおかしいと思いませんか。資源エネルギー庁についておいてのこの対応については、私は事前に承知しているわけではございませんけれども、先ほどお話を聞きますと、審議会等の議論を経て、今、パブリックコメントにかけていると、こういうことでございまして、資源エネルギー庁の判断であると、そういうふうに考えます。はい。